レース楽しかったよ、まず。いや、でもマジで、今考えてみたら、全身震えてさ、いや、ビビってたよ。思ったよりなんか早いからさ。あ、腕の力必要です。あ、ハンドルが結構重くてさ。まあ、こんなもんだよ、今。勲章？あれが重すぎてなんかこうなったっていうか、俺が緊張して、ちょっと、ハンドルを強くなんか持っちゃって。いやー、でも俺、マジで、ずーっと記憶に残るのは、結構寒かったんですよ。相当やばかったっす。雨が降ったりしてたけど、待ってる、テントって言えばいいのかな？壁がなかったからさ。もしもや、文句言うつもりじゃなくて、あれがなんかめっちゃ寒くてみんな楽しそうだったんじゃないですか？じゃ、俺たちはまあそうだったけど、もっと大変だったのはお客さんたちがさ、天井とかもなんかないところで、普通にスタンドで座ってたからさ、昼12時、13時頃から夜中までずーっと耐えてたからさ、ありがたい気持ちもそうだけど、まあ申し訳なかったわ。あれほぼ軍隊の訓練のレベルまで寒かったからな。で、その3ラップスで試合が決まるんじゃないですか。で、そこでゴールラインの近くにお客さんたちがなんかいらっしゃったんだよな。で、そこでお客さんたちが一周するとき、俺たちの車が近くに来れば、わーって応援してくれたんだよ、もう。あれがもう、俺に対する応援だったり、まあ、他のメンバーたちの応援だったり、もうそれがもう、全然関係なくさ、あれをやってくれるのがありがたくて、感動したわ。来てくれたお客さんの皆さん、そして、釈迦さんの配信だったり、メンバーたちの配信で応援してくださった皆さん、ありがとうございます。ただ配信はね、一旦、配信機材とかがなんか、そこで、レンタルしてくれたのよ、もう。レッドブルさんなのか、ちょっとよくわかんないけど、みんなというか、一部の配信者たちがそのレンタル装備で配信だったり動画だったり撮影してたけど、俺実は俺じゃなくて、ゼータのテンさんが出る予定だったのよ。まあ過ぎたから今言うけど、シャカワンが始まる2日3日前に俺が会社から連絡が来て、これ出れますかって言われて、テンさんが忙しくて今出れませんになって、それで俺が代わりに出ました。テンさんの代わりに俺が出ちゃったから、俺免許ないけどちょっとどうすればいいんだろうってなんかすっげえ悩みながらプレッシャー上がった状態でもう行っちゃったんですよ。いやースリップ怖かったっす。スピンもそうだしね、路面がなんか雨でね濡れちゃってるから、いろいろ悪条件でしたね。まあでもみんな一緒だったけどね。俺運転した経験がほとんどなかったのに、そのままであれやってたから相当プレッシャー高かったっすね。その分めちゃめちゃ楽しかったです。あれは企画してくれたレッドブルさんと釈迦さんにすごくもう感謝しかないですね。そう、クラッシュさん、クラッシュさんは見たのよ。俺の前で走ってたからな。マジ心配だった。ケイさん見てたけど、結構アクセル踏んでて勇気あるなと思ったよ。俺、一応最初出ちゃったから、ちょっと責任感感じて、俺やらなきゃいけないんだって思いました。あれがクラッシュさんでしょ？みんな。ここのさ、今映ってる白いガードレールがあるあのコースって結構ね、角度がやばいのよ。U の形のコースだったけど、あれが結構難しくて、ルートはこうなってます、なんか。こうなってるけど、この前のこちらのコースが、え？ごめんなさい。じゃあ、あそこがこうなってんのよ。で、こっちにガードレール、ここがね、このルートなんですよね、コースが。こっちの車のコースが、こっから、ここまでずっと加速できるんですよ。アクセル踏むコースで、一回ブレーキで減速して、こっちを大きく回んなきゃいけないの。で、ここがよく事故る。で、こっちにぶつかったんですよ。これがコーナリングするときに、ゴーカートってなんか、カートがこうなってるんじゃないですか、もう。こうなってると考えれば、ね。俺たちはここに乗ってるけど、左側にコーナリングするためには、こっちに行くんじゃないですか、車が。車が左に曲がると した分、俺の体が、右下こっち側に G がね、来るんだよね。じゃあ、ここで、俺の体を、この G に任していいのかって、最初考えてみたらなんか不安で、俺の体をなんかがっつりこっちの力に任せちゃったら、車がこうなっちゃってなんか転んでしまうと考えたんですよ、最初。だから俺、本番の前までには、自分の体を G に逆ろうとして、一緒に、こうついていこうとしたんですよ。じゃ、そうしたら、ハンドリングがうまくできなかったらしいです。で、本番の直前、ケンキさんが教えてくれて、この激しいコーナリングのコースでも、
だいぶ勇気持ってアクセル踏むようになりました。で予選とか練習ドライビングの時なんか全然うまくできなかったけど、本番の時いきなりなんかやりやすくなってて、ケンキさんのおかげですごく助かりました。最近どんどん配信者のスケールがなんかでかくなるって考えるのは俺だけの気のせいかな。リアルタルコフだったり、ハイパーゲーム大会だったり、これ 3.5 畳の防音室の中でゲームばっかする時代がもう時代じゃない、ないんじゃないかなって最近思い始めたもん。そう、タレントなんだよ。俺生き残れるかなこの世界で。ちょっと心配でしたよ、もう。だから最近ね、おっと、プレッシャーを感じてます。今上から柱がぐちゃって落ちて、ギリギリで回避して生き残ったんじゃないですか。それが俺のシャカワンだったんだよな。今回のイベント今回のイベントでは生き残りました。なんとなく。で、何これ、あとこれ何、これリアルタルコプシーズン3かこれ。やばい。これ生き残れるかな俺。やばい。だから久しぶりにやってるから忘れてる。行きましょう。一旦これでいい。おー、暴れてるんじゃねえかよ君。それいいよそれ。え、なになになに、なにやれ。あ、持てない。なんも元気ドリンクな。あ、寝てる寝てる寝てる。おかしい、やばいやばいやばい。おねむおねむおねむ。はおっさん恐竜強すぎだろこいつ。君バカなんだ。そんな頭ぶつかったら、あ、天才天才、全然バカじゃない。うめうめ、こいつ早い、でかいの早い。甘くなっちまったな。うん、甘くなっちまったよケイチ。周りちゃんと見ろよ。使える地形があるはずだ。絶対成功させるんだ。前に行け、頭の方切るぞ。いいよ頭いけ。チャージかやらなきゃいけないけど、いいよ、よくやった。さあこっからスタートだぞ。チャージ、詰められた、痛い。よし、壊した。なんか一部壊した。一回やるか。うわー気持ちいい、いいぞ。引いてるあいつ、どこ行こうとしてるんだ。いやでもモンハンなんか俺前コントローラー持ってなかった時にさ、キーマーでやったことあるけど、これ味しねえわ。親指切れても絶対これでやりたい。どうしてもこれでやりて、これじゃなきゃいけないんだ。これでやるしかねえ。殴れ一発。うわぁ結構無茶なことしてる。今ならチャージできる。バカが食らえ。ナイス、いいぞ。
やばい。同じ交換か。悪くない。もう一発行こうぜ。ナイス、スタート。よし、でけえ、頭に入った。チャージ。いや、間に合わないと思ってこれやったんだが、わざと。いちゃった。あいつめちゃろ。罠罠罠罠罠罠持ってる持ってる持ってる。よし、取った。あ、もらったかも。よし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 、ナイスナイス。大丈夫、俺の親指なんかよりこれがもっと大事。大丈夫、戦場はそんな甘くないからね。そんな優しい優しい対応とかできない。食うか食われるか二択しかない。で、さっきの話なんですけど、レーシングの当日に俺たちってあれどこでしたっけ、池袋で集合でしたけど、え？なに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 ？なに？倒したじゃん。あれ？あれ、リスポンすんの？やばくない？あれ、また倒せます？あ、倒したら、じゃあまたあの、ファームできる？じゃあめちゃめちゃ美味しいんじゃない？あれ。で、池袋で、俺と、ジャパニーズコリアンユージさんと、あと、高谷スペシャルさん、タヌキ忍者さん、ササティックさんだった？それで、移動しました。いや、ロールグループだったよね。もう。誰があの、そのメンバーの中で一番やべえやつなの？ジャパニーズコリアンユージさん？ユージさん、俺にめっちゃ優しかったけどな。彼はあの、母親があの、韓国の方で、カナダでだいぶ長く育てられたらしいです。で、ユージさんは俺に、韓国語の兄貴である、ヒョンギンって呼んだんですよ。いきなり。俺の方があの、年上だから、ユージさんが29か30でしたっけ？俺は34だから、ケイさん今からヒョンギンって呼びますね。そこで仲良くしてくれて。優しかったです、みんな。オクタン？あんたたち。あの、あなたは？そりゃそうよね。あんたたち行ったら倒れていたし。オクタンか？ホライゾン？私は一覧のものよ。ホライゾン。あの時は危なかったわね。ホライゾンだ。もしかして私たちを助けてくれた？何その自然的なスキンシップ。この姉さん無事でよかったわ。プロの方ですね。あんたたち5期団でしょ。あれね、女の子たちはよく使うスキルなんよ。みんなね、気をつけてね。まあちょっとグリーンライトかもしれない。グリーンライトって知ってる？みんな信号灯のあの緑ライトなんですけど、まだ付き合う前の段階の、こか来たらお互い行ける感じの状況をグリーンライトって言うのよ。はい、わかりました。日本はなんかグリーンライトって言わないよね、確か。韓国はグリーンライトって言ったらみんな伝わるんだよ。レイギエナ、カリバナの知ってたのかよ。じゃあなんでここに来たんだよ、飛行船で。なんでそんな、ねえ、何も気にしないように言ってんだよ。俺たち今の状況じゃねえかよ。ぶつかってきたら落ちるぜ。あ、すいません、死ぬかと思ったよ今。ダメだろ、先に注意しろよ、危ないって。